皆さん、今回は部屋がごちゃごちゃで毎日ヘトヘトなんですが、二度と散らからない片付けのコツ教えてくださいという本をご紹介します。この本は片付けのプロフェッショナルが1万件以上の相談経験をもとに実例を交えながら効果的な部屋の片付け方を紹介している実践的なガイドブックです。日常生活で悩みがちな片付けの問題に対して具体的で分かりやすい解決策を提供しています。ぜひ最後までご視聴ください。まずこの本の構成についてお話しします。プロローグでは散らからない部屋を実現するためのヒントが提供されています。そして6つの章に分かれて様々な角度から片付けの方法や心構えが解説されています。第1章では片付けの第一歩として何をすべきかが詳しく説明されています。効果的な片付けには順番があり、写真を撮って現状を可視化することが重要だと著者は強調しています。また片付けに使える時間を洗い出し、効率的な時間帯や方法を見つけることも大切だと教えてくれます。さらに自分がどんな暮らしをしたいのかという目標を明確にし、片付け終了の日を決めることでモチベーションを維持する方法も紹介されています。第2章は二度と散らからない方法に焦点を当てています。片付いた状態を保つためのコツや使いづらい箇所を改善する方法について詳しく解説されています。特に印象的なのは、収納場所は使う人が決めるべきだという点です。家族全員が納得する収納方法を見つけることが長期的に整理整頓を維持するポイントだと著者は説いています。第3章ではさらに物を減らしたいという願いに応えるためのヒントが提供されています。物を手放すコツや自分の暮らし方に合ったものを残す方法について具体的に解説されています。また家族のものには勝手に手をつけないこと、大切なものとの付き合い方についても触れられており、読者の心に寄り添った内容となっています。第4章では見つからない、戻しにくい、だから散らかるという多くの人が抱える課題に焦点を当てています。物の置き方が部屋の散らかり具合に大きな影響を与えることを説明し、物の定位置を決める方法やよく使うものを生活動線上に置くことの重要性について解説しています。さらに収納場所の工夫や手の届きやすいゴールデンゾーンに置くべきものについても詳しく触れられています。第5章では片付けのリバウンドを防ぐ方法に焦点を当てています。毎日のリセット習慣を身につけることで綺麗な状態を保つことができると著者は主張しています。隙間時間を活用し、朝や夕食前、寝る前の短い時間でも効果的な片付けが可能だと教えてくれます。さらに1週間の隙間時間を有効活用する方法や自分の時間を持つことの重要性についても言及されており、忙しい現代人にとって非常に参考になる内容です。最後の第6章では私だけ疲れるから解放され、家族と楽しく暮らすためのヒントが提供されています。家族を巻き込んで片付けをする方法やパートナーや子供とのコミュニケーションの大切さについて解説されています。片付けを通じて家族関係を改善し、より楽しく暮らすためのアイデアが満載です。この本は片付けが苦手な人や日々の散らかりに悩まされている人にぜひ読んでいただきたい一冊です。特に仕事や育児で忙しい方、家族との関係に悩んでいる方、自分の時間が欲しいと感じている方におすすめです。本書を読むことで読者は多くの効果を得ることができます。まず部屋の片付けに関する悩みやストレスが大幅に軽減され、より快適な生活を送れるようになります。具体的な方法やヒントが提供されているので、片付けが苦手な人でも自分のペースで取り組むことができます。さらにこの本は単なる片付けのテクニック本ではありません。家族やパートナーとの関係改善にもつながる内容となっています。片付けがスムーズに進むことで家族全体のストレスが軽減され、より円満な関係を築くことができるでしょう。また片付けがうまくいくことで時間やお金、精神的な余裕が生まれます。必要なものがすぐに見つかるようになり、時間の節約につながります。不要なものを手放すことで無駄な支出を抑えることができ、経済的な負担も軽減されます。さらに心の整理整頓ができることで精神的な安定感やポジティブな気持ちが生まれ、より充実した生活を送ることができるようになります。この本で紹介されている片付けのスキルや習慣を身につけることは将来の自己成長やキャリアにも役立ちます。
整理された環境で生活することで集中力や生産性が向上し、目標達成に向けて効果的に行動できるようになるでしょう。最後に、この本の魅力は単に物理的な片付け方法を教えるだけでなく、読者の生活全体にポジティブな変化をもたらす可能性を秘めていることです。ストレスの軽減、家族との円満な関係、時間やお金の節約、精神的な安定感、そして将来への自己成長など多岐にわたるメリットがあります。皆さんいかがでしたか？この本を読んであなたの生活がより豊かで充実したものになることを願っています。片付けは決して難しいものではありません。この本を参考に一歩ずつ実践していけば、きっと素晴らしい変化が訪れるはずです。ぜひ本書を手に取って新しい生活をスタートさせてみてください。